あれは高校2年生の、桜の季節、その僕が好きな子と一緒になんかそんなことから、桜を見に行けるっていうチャンスが巡ってまして、でそれでまあいざ2人で見に行きました、まあ、その時も本当にシャイでテレアで女の子とあんまり喋れないっていう性格だったんですけど、なんかもう性格 でそのまあ2人になっても、まあ、全然喋れず、なんかありきたりな天気の話とかしたりして、それでもなんか好きで、うん、まあ、その場所は終わったんですけど、まあ、後日告白しまして、まあ、案の定振られるという結果になり、まあ、その子ことずっと気になっていたんですけど、まあ、時が経ち、かれこれ10年から、去年の夏にまたなんか遊ぶようになりまして、2人で、まあ、住んだりしたんですけど、まあ、彼女と彼氏がいて、その彼氏はその時はオーストラリアでワーキングワーホリやっていて、で、それだけの10月に帰ってくるようだったんですけど、でもなんかその、まあ、彼女と僕はすごい仲良くもなり、2人で映画とか見に行ったり、ディズニーも行ったりしてて、これはいけるんじゃないかみたいな、チャンス持っていて、奪えるんじゃないかみたいな。で、結局、彼氏が戻ってきた時に、もう彼女と会うこともないし、もう連絡取り合うことも、今ではなくなってしまっていて、それが僕の忘れられない恋愛の話です。